こんにちは、アスマです。次は大金持ちになったとある大商人のお話をします。その男はこれまでにただの一度もひどい目に遭ったことがないという評判です。それは本当のことなのでしょうか。アサティール、未来の昔話、一度もひどい目に遭わなかった男、お楽しみに。マッサラーマー。